演舞開演。どうも、本日はファミリーマートの魚沼さん差し下にイクラおむすびを食べたいと思います。さあ、イクラの色がすごいですね。塩醤油仕立てと書かれています。しかもこのお値段、コンビニのおにぎりにしたら結構いい値段をしますよね。ではどんなものなのか開けてみたいと思います。見た感じは普通にいくらはこの中にいるのでしょうね。ではいただきます。いくらの風味もお醤油の風味もしっかり感じられて美味しかったんですが、この写真の割にいくらが少なかったのがちょっと残念でしたね。せっかくご一緒した時なのでもっといっぱいいくらを堪能したかったと思ってしまったのは残念でした。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。